はい、じゃあ皆さんこんにちは。今これ待ってね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ですね、今日はズームで、いつもですね、スタジオの、1階のスタジオで収録やってるんですけども、急遽ちょっと舞台なんで、今日はズームで皆さんとお話していきたいと思います。まずちょっと選手、じゃあ自己紹介してもらってもいいですか。じゃあ多田選手から自己紹介。はい、背番号2番、多田亮介です。お願いします。じゃあ、おい、ユウ、拍手しろ、ユウ。はい、聞こえてんの？聞こえなかった、今。時間って結構あったけども。俺行きます。はい。背番号13番、斉藤隆二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、最後。背番号14番、田村優です。よろしくお願いします。くら病気やろお前くらすいません、じゃあ3人で今日はちょっとやらせてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけども、ちょっと今日はこんな感じで作ったんですけど、まずですね、一番上、今ちょっと練習ができてない状況なんですけども、お家で、何してますかっていうことでちょっと皆さんに質問していきたいと思います。じゃあさっきの順番で、じゃあ多田選手からお願いしたいと思います。お家で何もしてないっす。もうないよね。もうなくなってきたよね、そろそろ。いや、マジで何もないっす。もうないよね。最初は最初からも何もなかったけど、でもなんかあれ、クッキー焼いたり、おクッキーいいじゃん、うん、パウンドケーキ焼いたりしてたけど、おクッキーパウンド、もうちょっと寝たきれかなって。寝たきれなってさ、逆にそろそろこれチャレンジしてもらう、逆に。あ、ピザ、ピザね、とかパスタ、パスタ、おいいじゃん、それちょっとやっていこうよ、ピザとパスタは。はい。みんなインスタ見てるから、みんな。みんな。あと逆になんかある、料理してることと。あとは、うん、近所散歩して。まあ、近所散歩、家族で？あ、そうそう、外を歩いて。まだちっちゃいもんね、涼介。はい。ベビーカーを押して散歩してます。本当。今何歳だっけ、はい、もう今半年です。半年、まだ1歳になってない。なってないです。あ、本当に。じゃあそれが、じゃあ今、じゃあなんていうの、まあ家にいるだけじゃなくて少し散歩しに行ったり、そうっすね、気分転換しに行ってるっていう感じだね。はいはい、ありがとうございます。じゃあ次、じゃあ斉藤選手、お家でやってること、はい、もしあったらちょっと紹介してください。もうひたすらゲームやってます。ゲーム出た。いや、本当やることなくて、まあ普段からやってるプレステのウィーレずっとやってます。なんかネットで対戦できるんですよ。はい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 、なんで大学時代の友達とかとずっとやってます。結構逆に今さ、こういう時間だけど、何、結構自分の中では楽しめてる感じ？いや、俺結構インド派の人間なんで、こう見えて、なんで割と窮屈じゃないかな。ほんと、じゃあサッカー、まあ、やりながら、じゃあ自分のオフの時間は、じゃあ家でゲームしてることがこうリラックスっていうか。そうですね、多かったんで、まあ、まあ、友達とかと会えないのが辛いっちゃ辛いけど。そうだね。そうですね。昨日楽しかったじゃない。昨日、うん、相当楽しそうだったよ、昨日。サッカーボールくれて。そうね、やっぱちょっと、とね、テンション上がるよね。まあそうだよね。うん、寂しいもん。とってさ、逆にさ、俺さ、その何、サポーターとかもそうだしさ、ちょっとなんかさ、オンラインでさ、対決みたいなのもやりたいね。いや、なんか、そうですね、なんかやり方とか企画ちょっと難しいかもしれないですけど、いや、ちょっとそれこっちで考えるわ、一回やれるんだったら全然、なんかできるんで。多分ね、俺サポーターの中にもやってる人いると思うよ、そういうゲーム。あ、本当？
か。それちょっとじゃあさ、考えておくわ。じゃあ俺に点っていう感じで。リュウさん、大会とかも出てないの？なんかそのなんかあるでしょ、世界大会みたいなまで行ってるやつ、ワールドカップとか。ああ、ありますね、なんか。でも、その大会とかに出たことないって。それちょっと目指していこうよ、今年。ははは、そこを行っちゃいますよ。いや、ネットでは頑張って上目指してやってるんですけど、うん、やっぱ猛者がいっぱいいるんで。猛者がいるんだ、やっぱ猛者上にいるんだ。やっぱり。あ、そう、分かった。ちょっとそれちょっとやらせて、今度じゃあサポーターと対決、どんだけ対決力が強いかっていう。機会があれば。オッケーです。ありがとうございます。じゃあ田村選手、じゃあ最後、このちょっと出れない時間の中でお家で何してますかっていう。俺は、うん、でもゲームをしないし。ゲームまずしない。ゲームしないもいい。はい。で、料理もしないし。料理もしない。しない。家にコンロがないからね。家にコンロ。コンロがない。コンロがないです。今家に。家にそんな家ある？ないですよね今。ないですよね。じゃあもないもんな、炊飯器な。うん、炊飯器もないし。じゃあもない。何言ってる。なんか毎回今はもう出前か。出前なんだ。か、もうスーパーで何か買うか、うん、まあさ、普段は洋光台とか行って、うん、定食屋とか行くんですけど、うん、もう今はもうずっとそんなんです。あ、ほんとに。ちょっと待って、出前食ってるだけってことすごいから。そうっす、出前です。出前食ってるんだ。それ以外の時間はどう？こう多分、飯食ってる時間以外の時間は？散歩は近く行くんですけど、散歩走ったりはしてないです。もう、え、何？ごめん、もう一回。走ったりはしてないです。あ、走ったりはしてないんだ。はい、散歩は行くっすけど、うん、まあ、散歩少しで行く。それ以外はもうひたすら家行って、うん、YouTube 見たりしてます。あー、そういうことね。まあいいよね、まあゆったりしてるってことだよね、ゆったりね、ゆっくり生活してるって感じだよね。ありがとうございます。じゃあ次行きます。じゃあですね、次。おうちでストレッチ。まあ、筋トレとかさ、多分、なんていうの、まあ、それぞれ体を動かしてると思うんだけど、まあ、おうちでできる、まあ、ストレッチとか、もしあったら、ちょっとぜひここでやっていただけたらなと思うんですけど。ですけど、こんなこと僕やってますっていう。俺はね、あの、みんなもできる。巷で有名なさ、あの、うん、水の塾。水の塾ね、出てきた、うん、はやってないっす。やってないんだ。やってないんだ。チームで。いや、見てはいる。見て。見てはいるんだ。顔出して。うん、顔出して、うん、おさらばする。おさらばする。そう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 。顔出すだけでやってる。うん。リュウジも。リュウジもやってるでしょ。俺も水の塾にガヤを言いに行ってます。ガヤを言いに行ってるかい。そうそう、ガヤだけをしに行ってます。ガヤだけはしてるんだ。うん、そうそう。タムはやってるよね、水の塾。いや、俺もガヤっすね。お前もガヤ。突っ込んだら返してくれるから、ちゃんと。あ、突っ込んだら返してくれるから、そうそう、絶対拾うもんね。あ、嬉しいんですよね、なんか。あ、それがコミュニケーションになってるんだよ、結構。それ、後期喜ぶと思うよ、それ結構。ちなみに、俺もガヤです。ガヤしかいないっていうね。みんなやってないっていうね。ありがとうございます。どう？みんなこうなんかお家でできるちょっとした、まあこんなことやってるよっていうのまあ少しなんかあったら、リュウジどう？リュウジなんかある？まあやっぱこの期間テレビとか
ゲームとかやってて首凝る人がいるんで。おお、首凝る人いるね。もうひたすらずっとこうやって伸ばしてます、俺。首のストレッチ。ひたすらこうやって伸ばしてます。こうやって。エクササイズでも何でも首のストレッチ。何でもないけど。でもやっぱこれ一番伸びるんで。もうそれで変わるんでしょ、だいぶ。これでだいぶ回復します。だいぶ変わるんだ。はい、変わります。紹介していただきました。ありがとうございます。田村選手、どうですか？お家にできる。いや、もう。普段から何もストレッチもしないから。やめとけ。サッカー選手ならやめとけ。だから、ね、もう。凝ったらっていうか、腕ポキポキ鳴らすぐらいですね。素人っていうのが腕ポキポキ鳴らすか、お前。今んとこ、お前、首のストレッチと、ちょっとエクササイズっつってんのよ。どうすか、いや、無理やろ、それ。無理やろ。もう落ちたやん、今。お前、だから両親作ったんですよ、今。落ちたやん、今。落ちたやん。もう完全に落ちたやん。何でしょう、なんかやってるエクササイズは、両親は。いや、なんかする？ああ、ちょっとなんかしてよ。いや俺は今してんのは、リアルにしてんのは、リアルにしてんの腹筋と腕立てだけ。じゃあちょっとその2つ1個ずつ紹介してよ。じゃあ1個ずつ。ただ塾？ただ塾する？ちょっと待って。ただ塾してよ。じゃあただ塾。ただ塾。聞こえてんのかな？聞こえてる。これさ、場所探してる。場所変わった、場所変わった、ただ塾。ちょ。いいよ、場所変わったよ。ほら、ちゃんとやるように、ほら、ちゃんと綺麗にしてるじゃん、もう。初めからね。いつも綺麗なんだよ。いつも綺麗なんだよ。いいよ。いいね、あ、見やすい、見やすい。見やすい、いい、いい、すごいアングルいいよ。はい、いろんな腕立てするけど、お願いします。最近の、うん、俺のハマりは、うん、ハマりは、こっから、うん、こういって、あー、すごい、すごい。すごい。わ、すごい。うわ、すごい、いいアングル、いいアングル。いいよ。ありがとう。それいいね、でもそのアングル。いい、いい。いい、すごい。いい。腹筋、腹筋。次、腹筋もちょっとの腹筋。おすすめの腹筋。腹筋はね。腹筋。何してるやろ。よいしょ。言ってるわ。腹筋は。うん、いいよ、いいよ、いいアングル。こっから。うん、こっから。こう、上げて、右斜め上に上げて、うん、横にスライド、戻す、うん。あ、回す系だ。こう、円描く系。円描く感じだ。これの逆回しも。そんなあんだ。あー、すごいね、それじゃあ。アレンジ効いてるね。じゃあ来週からじゃあ、ただ塾スタートしたいと思いますんで、水の塾対策ということで。来週から、ただ塾と水の塾。8時からでいい？一緒の時間でいい？同時刻でいい？同時刻で。あ、それはかぶせる、かぶせる。もちろんかぶせる。あの、相模スタナイトにかぶせる。この前さ、あのね、なんかミッシーいるじゃん。ミッシーの相模スタナイトと同時刻。いや、かぶしてたね。そう、かぶしてた。俺、ほんで見に行ったら、13人しかいなかった、後期の方。ミッシー君200人超えてたからね。ミッシーの200人超えてた。でもあいつその前に電話してきて、俺今日対決すっからって、俺と電話してきたよ。負けてねえからって。普通に負けてた。ああ
だちょっと、だからもう来週からだからもう多田塾と水野塾でちょっと勝負して来週から。OK です。ありがとう。涼介ありがとう。はい。じゃあ次ちょっとあとじゃあ、あとじゃあ、これラストだな、もうほぼほぼ。おすすめの、この時期だからこそおすすめのドラマ、映画、漫画あったら教えてくだされ。ああ。これはじゃあタムからいこうかな、タム。なんかある映画、おすすめの漫画。これ結構調べてる、調べてる。調べましたぞ。乗り気、乗り気。すげえ乗り気。あれ韓国ドラマいいですよ、韓国ドラマを。あ、韓国ドラマキュンキュンしちゃってんの？いや、違う、そっち系じゃなくて。あ、この前言ってたやつ？うん、サスペンス系かな。サスペンス系。刑事系。刑事系の、韓国の。何？その名も？ちょっと新しくないんだけど。うん。ボイスっていうやつも好きだし。ボイスね。ボイス。おすすめっていうか、それ面白いと思います。みんな面白いって言うんです。いや、じゃあちょっとそれはサポーターの皆さんにもちょっとじゃあおすすめして、ボイス、皆さんぜひ。はい。田村選手、日本でもあった。なんかある、こういうとこは面白いよっていうのある。プレゼンして、プレゼン。プレゼン。あの、毎回、1話1話で、うん、コナン、コナンじゃない。コナンコナン一話一話で、うん、その全部の事件が違って、へぇ、なんかコナンみたいな感じ、毎回事件が起きる。説明下手か。誰も見えへん。それ結局コナン出てきたよね、結局。順番間違えた。じゃあ多分多いっすね、コナン見るわ、もうみんな。面白い、面白い。じゃあ、りょうすけ、ある映画、漫画、ドラマ。海外ドラマは、うん、ホワイトカラー。ホワイトカラー知らない。知らない。わかるよ。どういう映画なの？どういう映画なの？天才詐欺師が、うん、FBI の知的捜査の、うんうん、コンサルタントとして、うん、何事件を解決し、を手伝っていく。へえ。そう、その主人公の天才詐欺師がマット・ボーマーっていう人やねんけど、うん、めっちゃかっこよくて、うん、めっちゃ面白い。ほんで、あのタムが言うみたいに、うん、コナンみたいに、うん、1話ずつ、うん、事件が解決していく。でもコナン？でもコナンじゃん。ないよ、ない。でもコナンじゃん、それ。韓国のコナンと洋楽のコナンだよ、それ。かぶしてきたな。そういうこと。そういうこと。え、ちょっとそれともう一回いい？題名。もう一回。ホワイトカラー。ホワイトカラーね。ホワイトカラー。ボイスとホワイトカラーね。はい。これもじゃあちょっと、じゃあ、両方のコナンが楽しめるってことね、じゃあ。そうそう。リュウジ困ってる。リュウジ困ってる。リュウジ、あるっしょ。最後。あるある。じゃあリュウジ、最後じゃあリュウジ、おすすめの、これ面白いよっていう。やっぱり、こう2個ね、連続その事件系来てるんで。そうだね、ありがとう、ありがとう。そうやって気遣ってくれて助かる。ありがとう。合わせると、やっぱ、あの、まあみんな知らないと思うんですけど、うん、名探偵コナンっていうのがあるんですよ。絶対来ると思ってたよ。でも、今、U-NEXT。ユーネクストっていうのがあるんですけど、うん、今多分1ヶ月無料なのかな、最初の1ヶ月は。まあそれ登録するとコナン全部映画見れるんで。あ、ほんと？それは情報。何？ユーネクストの回しも？いや、そうなんですよ、実は。うちの会社のね、違うか。で、そのユーネクスト、やめとけ！やめとけ！ユウが全然笑ってない。ハテナになってる、ハテナ。話聞いてる？聞いた、聞いた。まあ、とりあえず全部見れるんで。そうだね、ユーネクストね。家でいるときは
みんな楽しめるんで、コナンは。それはそうだね、大事だね。ありがとうございます。じゃあ、それはちょっとサポーターの皆さんもぜひ。じゃあ最終的に、じゃあ、名探偵コナンってことでいいかな、じゃあ。みんなでコナン見よう。コナン見よう。ありがとうございます。じゃあ、そしたらこれなんか、多田選手になんかね、お願いらしいんだけど、はい。料理してますか？で、多田選手の料理動画を撮ってください。撮ってほしいですっていうのがチームから、ちょっとある。作ってるのってこと？そう。作り方、なんかこれがおすすめだよっていう作り方とか、まあ、作り方の動画とかあったらちょっとぜひ発信してお願いしますっていうのを。わかりました。あ、ぜひちょっとお願いします。 OK です。はい。で、あのね、視聴者の方からもちょっと応募するわ。どんな料理作るかとか。なあ、そっちの方がいいです。何か作り方の方がいいです。それちょっと研究して出します。分かった分かった。じゃあこれはじゃあ視聴者の人から最後にじゃあ応募するわ。多田選手に何作ってもらって、はい、OK。 じゃあ最後、じゃあ次の選手に LINE 電話、これね毎回やってるんですけど、でこれ多分ね、リュウジが携帯でやってるから電話できないと思うんで、ちょっと涼介とタムに協力してもらって、ちょっと次ちょっと連絡をしていただきたいんですけど、はい、じゃあ田村選手、誰を次ちょっと紹介してくれますか？もう一人しかいないっす、俺は。一人しかいない、友達が。ここに映ってる以外ってなったら一人しかいないっすね、もう。嘘。同い年の。同い年の。星光太。お、星光太選手。出るかな？じゃあ、タムから行ってみようか、電話。いや、出えへんちゃん、あいつ。なんか、うっ。ちょ、やめとこうってなりそうだよね、たぶん。もう、言うから電話かかってきた瞬間、出えへんとかあるからな。怖っつって。感づきそうだよね、なんか。ねえ、うん。まあ、追加もしなかったから、え、これさ。じゃあ、いけるいける。追加して電話してみ。あっち追加してたらいけるでしょ。うん。いけるでしょ。行ってみよう。行っていいじゃん。うん、行ってみよう、行ってみよう。追加にした方がいいの。そうだね、スピーカーにしてくれたら嬉しいな。さ、出たらさ、ビデオにしてって言ってみて。はい。うん、見るかな。はい。出ないっす。なってるかな。タブだ。出へんな。今、葛藤してんじゃない？これどうなの？いや、これ、もしかして、YouTube のあれちゃうみたいになってるの？これ、電話切れてから LINE してくんちゃう？あ、何？みたいな。じゃあ、一回、多分ちょっと、一回、ちょっと、あれしてみよう。じゃあ、りょうすけ、ちょっと行ってみようか、先。来た。お、来た。もしもーし。もしもし。全部使おう。今日一面白い。今日一面白い。全部持ってった。じゃあちょっとこっちもスピーカーに。学長ですか。はい。今日一。待って、見えへん、見えへん、見えへん。いやー、学。相模原のさ、YouTube の撮影してて、で、今電話したんだよ。ないよ。ガクちょっとさ、カメラにして一回、ガクカメラ。カメラにして。ガクカメラにして。うん。他当たってください、本当に。何、他当たってください。こんなことあるの。じゃあガクは次、あれね、次今度。ガクは次出れるね、YouTube。OK、ナベピーの撮影今度決まりね。ナベピーの、来てくれるかな？はい、オッケーでーす。はい、じゃあさよなら。じゃあさよなら。コータ来たよ、コータ来たよ。コータ来た？コータ来た？来た？電話したって来た。電話したって来た。あ、コータ来た？もう一回電話しようよ。コータ来た。
出た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 。コータ、何しよう、何しよう、何しよう。え、起こした？ん？起こした？起こしてない。とりあえずさ、ビデオにしてみて。え？ビデオにしてみて。なんで？お願いします。いいかな。コート出たよ。なんかわかるこれ。何のピッポって。ピッポ。なんかわかる。さ、多分オレンジオレンジそれ。オレンジか。娘が遊んでる。あ、見えない。全然見えない。全然見えない。いや、コータが多分カメラまだオンにしてないんじゃない？うん。あ、そう。コータオンにして。あ、来た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 。来た来た、コータ来た。コータ来た。コータ、おはよう。あれ、ユージ？あ、ユージなの？ユージ？コータ？ユージ？コータや。髪の毛気にしてる、髪の毛気にしてる。コータ、元気？今家コータ。あ、家です。家。ですね、次の、YouTube の、撮影に、星コータ選手が。よかった、出て。よろしくお願いします。次も来てくれるかな？来てくれるかな？何ですか俺。次来てくれるかな。ガク、ガク、ガクと一緒。ガクと、ガクとコウタ。どんな組み合わせ。いいじゃん、マリオスコンビじゃん、いいじゃん、元マリオスコンビで。で、どうやってやるんすか。え、じゃあ今度ちょっと説明するわ、ズームでやるから。ズームでやるから。だから、コウタとユージとガクと3人でやるから。いやいや、ユージくんだ。じゃあ、コウタありがとう。じゃあ、ちょっとコウタまた連絡するわ。いいじゃあ、次、原田ガク選手と、じゃあ次、星コウタ選手、決まりました。はい。どうもありがとうございました。はい。もうちょっとまたそれぞれ、これからまだちょっとかかるかもしれないんですけど、また、登録ですので、登録したいことも出てくると思いますんで、よろしくお願いします。はい。お願いします。すみません、どうもありがとうございました。すみません、貴重な時間。また、ありがとうございました。ありがとうございます。はーい。早っ。切るの早っ。